こんにちは、篠田敦史です。今日紹介する CD は、ニルスラン・ドーキというピアニスト、デンマークの、ピアニストですの、Between a Smile and a Tear という、笑顔と涙の間という意味ですねのタイトルの、CD です。ニルスランドーキーは どうでしょうね、聞いたことある人もいればね、ない人も多いのかなって思うんですけれども、そんなにやっぱピアニスト同士で話しててもあんまりこう話をね聞くタイプのピアニストではないんですけど、僕すごい、彼好きで、今はねすごい若手の、デンマークのね、リズムセクションドラムベースとやってるんですけれども、この CD はですねちょっとこうお祭り感があるというか、クレジットされてるミュージシャンたくさんいるんですけど、トゥーツ・シールマンス、ハーモニカですね、数年前に亡くなってしまいましたが、それからジョニー・グリフィン、テナーサックス、フロントだとディディエ・ロックウッド、バイオリンのフランスのバイオリン奏者ですけども、彼も残念ながら数年前に、亡くなってしまったかなと思うんですけども、それからリサ・ニルソン、スウェディッシュって書いてあったかな、ボーカルの人、それからリズムセクション、ニュース、ピアノ、それからマズ・ヴァイディングっていうのかな、ディディングっていうのか分かんないんだけど、彼も、ダニッシュ、デンマークのベーシストで、僕今回というか、調べるまで人はあんまりちゃんと知らなかったんですけど、デンマークのベテランベーシスト、それからアルバート・トゥーティ・ヒース、まあアメリカの人ですね、トゥーティ・ヒース、ヒース・ブラザーズのね、ドラマーの、人がやってるという、何人編成だ、全部で7人、まあ一曲にね聞くと分かるんですけど、一曲で全員参加してるとかそういうわけじゃないんですけど、いろんな組み合わせでね演奏してる、CD なんですけど、これどういう経緯かっていうのをね調べたらですね、デンマークコペンハーゲンにあるかつてあったそのモンマルトル、クラブモンマルトルっていうジャズのライブハウスがあって、ですごくこう愛された場所で、すごいアメリカのから来たツアーのミュージシャンとか大御所の人とか調べたら、まずハウスのミュージシャンで、当時多分住んでたんでしょうね、ピアニストケニー・ドリューとか、それこそ名前今回の参加してるアルバート・トゥーティ・ヒースとか、それからピーターソンとトリューやったりで有名な名前の長いナニ・ヘニング・オルステッド・ペターソン、なんだっけ、よく頭文字で省略されちゃう有名なベーシストの方、もういまいち名前がいつもねちゃんと言えないんですけれども方と、それからその今回参加しているマッツ・ヴィディングさんがハウスでそもそもいたっていう、すごい豪華なジャズクラブだったみたいで、でそれがもうなくなってしまったんだけども、当時で出てたりとかゆかりのあるミュージシャンを集めて、でそのモンマルトルの思い出とかねインタビューするっていう、その映像で映画というかねを作ろうというプロジェクトをこうニルスが指揮を取ってて、でそれ用の CD というか、その一夜限りでそのモンマルトルを復活させたっていう、もうないんだけど、そのかつてあった場所で集まってこうライブした、でそのインタビュー映像とかその演奏の様子とかの映像作品で今回紹介したのはそれの CD だから、一応サウンドトラック的な感じになってる、扱いはどうか分かんないけどなってるんだけど、まあそういう、普通にCD です、ライブ版みたいな CD です。で僕が、今回演奏してるのはその1曲目に言ってる、ニルスのオリジナルで The Miracle of You っていう曲 で彼のね CD 他にもいろいろ聞く と、たくさん録音してます。お気に入りというかすごい大事にしてる、おそらく自分のオリジナルで、今回はね歌ありで演奏されて、それが珍しくておーと思って今回この CD をしたんですけど、普段はねトリオで演奏してる曲で、この CD だと歌詞付き歌ありで、聴けて、ちょっとまあこういう感じなんだなって改めて、思った次第でした。ということで今回はニルスラン・ドーキーの Between a Smile and a Tear という CD です。よかったら聴いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。